弟3回全国キリスト神と大神牧会の記念写真。吉岡は最高列の右から4人目。吉岡後期から1932年9月12日は日本の外交官、キリスト社。外務検証進むとして明治初期の日朝交渉にあたり、政官論に反対した。三正坂国の出身。吉岡は三正坂国福渡村の以下、吉岡友林と、 東亜の三男として生まれ、倉敷の呪者、森田節祭に、陽明学を学んだことから、熱烈な尊王上位派となった。1868年京都で、尊上白下、身分も等差に仕えた後官軍の一員として、母親戦争に従軍する。長岡城攻防戦へも参加する。1869年明治新政府により、京都に創設された壇上台に任官した。 新政府内部の過激尊重派の拠点とも言える、壇上代に職を得たことから見て、取れるように、この時期の吉岡の思想は未だ上位派支持としてのそれを引きずるものであった。しかし、1870年外務省への転任で、吉岡は大きく変化していく。1870年、吉岡は外務検証を進むに認じられ、政府より朝鮮国派遣の事例を受けた。彼は、 沢信義による、冷創藩殖宛の処刑を携えて、森山茂、広津広信らと共に、東京を出発、津島を経由して、朝鮮に赴き、同年末12月24日には、釜山総領館に到着し、朝鮮政府との交渉を開始した。当時、1869年以降の、いわゆる、処刑問題が、原因で、新政府が樹立された日本と朝鮮との間には、 国交が結ばれておらず、吉岡は20代前半の若さで、伊豆原藩、創始から外務省に引き継がれた、日朝外交の最初の担当者として、国交樹立交渉に臨んだのであるしかし大院君、政権下で極端な上位政策を取り、従来通り、津島藩を通じた外交関係の維持を要求する、朝鮮側との交渉は、難航を極め、また永年の、このため、 翌1871年春になって、吉尾からは、伊豆原藩から外交事務の特権を取り上げた上で、旧藩主、総式ゲマを外務省の役職に任命し、彼を朝鮮に派遣して、直接説得に当たらせる方策を取ることにした。しかしこの策の実行は、廃藩地検による、伊豆原藩廃止や岩倉施設団派遣などによる混乱によって停滞した。 すなわち、総は一旦新政府より、外務大進むに任命され、廃藩置県通知のための朝鮮派遣を命じられた。しかし、翌1872年1月には派遣中止と決定され、改めて、総外務大進む名義の文書を朝鮮に送付することとなった。この後、胸の書状を携えた森山、広津らが、朝鮮側の寄付する蒸気船で、富山に入港。 一方的に、総領館の接収事務を開始したため、同時期の米軍艦による降下と砲撃事件ともあい、待って、ますます朝鮮の態度を降下させた。森山、広津が釜山に帰任するまでの間、吉岡は、総領館から外に出ることも許されず、自分よりも年上で経験豊かな旧伊豆原藩リらを、督促し実務交渉に当たらせるしかなかった。とはいえ釜山滞在中、吉岡は、 朝鮮側の心情がかつての人心の役に由来する恐怖の念によるものであるのではないかという認識を示している。結局のところ、吉岡ら外務省施設団による国交交渉は1872年4月、朝鮮政府の役人に総外務大進む名義の文書の写しを預けた以上には進展せず、朝鮮側との正式な協議は一度も開かれないまま、吉岡は 同年7月に総領館に滞在する日本管理の引き上げを命じ、自らも帰国の途に着いた。そして帰国後、外務省への報告において彼は、今回の交渉失敗と引き上げによって、両国間が絶好に等しい状態になっても、いつの日か、海悟る漂釈の時期が来るだろうと述べている。さらに、伊豆原管理や商人が従来のように、 朝鮮人に対し粗暴な振る舞いをしてはならないと、告示し、日本の漂流民が朝鮮人に要求したたけに、食料の代金を外務省が支払うよう上申している。帰国直後の9月、吉岡は外務省を遺願退官したが、これは交渉部長による隕石辞職ではなく、あくまで彼の自発的意思に基づくものだったようである。吉岡の帰国、 退韓後の日朝関係は、1872年秋から翌1873年にかけて、公認の花房義室が軍艦、春日により朝鮮に派遣され、総領和艦を接収、さらに三井組による密貿易が発覚し、朝鮮側が厳しい、金圧で臨むなど、悪化の一途をたどり、また日本側でも政府内の政官論争に橋を発して、 明治6年政変が起こり、1874年はじめには、政涯を掲げる佐賀の乱が勃発した。このような状況を憂慮した吉岡は、すでにゲイヤした見ながら1874年2月憲白書を、サインに提出した。この憲白書の内容は極めて多岐にわたるが、第6条の西郷福島諸人を採用し、かつ各府県に民選省議員を立つることを論図では、 正官論、あるいはそうでなければ、内地優先論的非正官論が大多数を占めていた、当時の状況においては、例外的な、原則的、道義的な、正官不可の主張が現れている。すなわち、ここで、吉岡は、一方ではしばしば、軽病など、頓んを老して、会見を避ける朝鮮側の不誠実な態度を非難しながらも、世間で噂されるように彼らが、 我が国省列マン万レーの当初を突きつけたなどという事実はなかったと述べている。さらに朝鮮側が日本との国交樹立に消極的である原因について、過去の豊臣秀吉の朝鮮出兵の経緯や、かつて津島藩が朝鮮側を恐喝し米国をせしめていたことなどを挙げ、新政府が処刑にこう直の字を用いたことで、日本が虚名をもって、 我を属国の体に陥ってるのではないかという朝鮮側のあらぬ義句を招くこととなり、その責任は日本側にあるとする。そして彼は国交が更新できないことを理由に生還を行うことが正しいならば、鎖国時代の日本をもし西洋人が信仰していたとしても我々はそれを非難することはできないと述べ、己が良くせざるしこれを人にせスコトモチレと、 独善的な性関論を批判しているのである。しかし、吉岡のこの憲白書が政府により取り上げられた形跡はない。私やし下、際の空き時間にたまたま中国語の聖書を読み、これをきっかけにキリスト教徒となる。上日の憲白書を提出した翌年の1875年、吉岡はプロテスタントの一派である長老派の新栄橋教会で、 デイビッド・タムソンから夫婦で洗礼を受ける。キリスト教に改修し、異界奮闘を返上する。また、デイビッド・タムソンと GH 会フルベッキに支持し、聖書を学ぶ。ついで1878年9月、本郷日本キリスト一致協会の創立に参加して、長老に選出された。この時期の彼の言論としては、1879年10月、海外伝道委員会で、朝鮮不況に、 消極的意見を述べている。また、福沢諭吉が三田演説会で、キリスト教批判を行った演説、宗教の説が、メイカー演説終始、第2号に掲載されると、1882年8月30日発行の国雑誌第3巻、第26号に、白福沢氏、野祖教論を発表し、我が日本帝国を、して強盗国に変ぜし面と、計りも取る者であり、 虎に恨みをシリンに血、微増を一万国に受けケフカ急の最下を将来に一三個と必ず競りと批判している日本キリスト教会牧師吉岡光期の晩年1883年5月東京で開催された第三回全国キリスト教神徒大神牧会に主催者の幹部として参加し講演を行うその後の吉岡は 東京キリスト教徒青年会創設に関与する。長老をしながら、新都伝道と神学研究を行い、伝道士に合格し、1884年に一致教会大阪北教会に赴任する。大阪北教会では、教会建設、また高知高知県特別伝道応援を行う。1888年には、高知教会に赴任し、高知教会の基礎を築く。 1889年に安守礼を受け、正式に牧師になる。1892年には、京都室町教会に赴任し、建設と街道建築を行う。1898年に再び、大阪北教会牧師になる。1909年に大阪北教会を退任し、伊賀上野教会を巻き返する。1914年に牧師を引退して、東京に移る。 東京では、富士見町教会で聖書を教え、東京新学者で、陽明学を教えた。1927年により、神奈川県三浦郡葉山町に転居して、晩年を送り、1932年に死去している。三男は、海浮かばで知られる、作曲家の新次清である。ありがとうございます。